こここういういいとをしておる男これがダンディなんでございますねやはり30年もやったんですって忍ったま乱太郎は30周年ということなんでございますねいやーもうそれぞれのね少年少女の中に忍たま乱太郎あの日の夕方の思い出となってそれぞれの思い出、えー、枯れることはない永遠に続くアニメのコンテンツとやはり思いますねだったらね私たち僕たちが成長するように彼らもやはり 成長させたたかったわけなんですよねいつまでもずっと卵じゃ永遠にちょっと寂しいんじゃないですかということなんですね山田先生土井先生3人は立派に忍びですよと言いたいじゃないですかしかしですね忍たま乱太郎をもっともっと忍びとしての歩みを想像できる変化をもっと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 ,もっと与えたい さ、はあ、忍たま乱太郎、はぐみ18歳全員集合、これをやるしかありませんね。さあ、山田先生、土井先生、そして忍玉を支えた全ての先生方、乱太郎、きり丸、新兵衛が立派に18歳忍びなら、彼らだって立派に忍んでるよね。 忍びっぽくなったなぁ。いいですね。まあ、これはあくまでもダーディの想像なんですけども、皆さんは彼らがどういう風な18歳になっていると想像しますですか君は一体何の踊りをして現れたねえ子供の頃からずっと疑問でしたよ。ねえあの日は可愛かったけどねえ。うん。手をちょっと変えるだけでも印象変わりますからね。18歳ではかっこよくなってください。はい。かっこいいね。忍びをしてくださいね。かっこいいですね。いいですね。仲間のピンチには助けに来てくれそうですね。なめくじばっかり集めたのになぁ。ほにね。もうなんか、 久しく会ってない親戚の男の子に会ったような感覚。いやー、おじさんになったなー、なんてことを思ってるわけなんでございますけども。はい。これだけじゃダメよ。その通りでございます。はい、出ました。ともしげゆき歳出です。書きました。書きました。書きました。三人だけじゃダメよ。忍玉くの玉、思い出せる限り彼女たちだって成長する18歳。どうだ はい。3人ばっかり見てちゃいけませんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。OK ーー。9の1は全員で12名だったと思いますが、はい。まあ、1人かけてるなんて寂しいことにはなっていないとあ信じてやまない。もうやはりね、あの日の夕方、色褪せることはないですからね。もういくつになっても心は少年。そんなこと言ってていいの <laughs> バイバイ。